本日は BMW モトラッドの K75 のカスタムの紹介となります。まあ比較的にフレーム自体はもともとすごい軽量な感じで作られていますので、その全体的なイメージを崩さないような形でカスタムをさせていただきました。基本的には前後のホイールの方は変えておりません。もともとは角のヘッドライトになってるんですが、それを丸にしてフロントカウルごと作り変えて、まあオーナーさんがセパハンがちょっとしんどいなっていうことなので、セパハンじゃなく純正のハンドルのまま合うようなスタイリングにさせていただきまして、ニーグリップのできるようにここら辺はもう純正のままとなっております。スカンクさんの方に依頼しまして、うちでよく用いらせてもらうブロック柄のシートのデザインにして、でまあそれがスポッとはまるようにボートテールをイメージしたテール周りのセクションになっているんですけど、それに伴いまして、マフラーの方を、ステンレスの方で作らさせていただきまして、ラインを、フレームに沿って上げていき、ボードテールに対して後ろから見た時のイメージが良くなるように内側に入れてシャープな感じになる、ボードテールに合ったようなマフラーの製作をさせていただきました。この車両のパーツを家の方に持って帰っていただいて、自らリアのスイングアームをポリッシュしていただいたり、このエンジンカバーですね、ポリッシュして持ってきていただいたりしました。基本的には BMW のデザイナーさんが作り上げた車両を崩さずにっていうようなイメージで作らさせてもらった1台になります。古いバイクなんでいろいろと難しい点はありましたが、カフェっぽいいい1台になったのではないかなと思います。乗り味は今からちょっと試乗していきますので、どのような感じになるか、せっかくなんでその独特のサウンドを聞いていただけると面白いかなと思います。カフェエンジンドライブシャフトなんですけど、 BMW っていうとドライブシャフトに対してこちら側がまあ肩持ちになるんですけど、それに合わせて、うちの方でアルミのカバーを叩き出してセンターキャップを、エイジングで作らさせてもらって、カスタムワークスゾーンと売るようにしていただいて、まあ走って回るとくるくるして何のこっちゃわからんですけど、そういう感じで仕上げさせていただきました。当店では、制作する時に、オーナー様に、イメージを伝えたりする時に、使用するのがこのワイヤリングっていう方法なんですけど、フロントカウルを作ろうと思った時に番線などを使って一応その具現化させていただいて、バイクの方と合わせて、型を取っていきます。このように、おおよその形を、ワイヤリングでして、オーナー様に形を伝えて、これは鉄板で叩き出して作ってるんですけど、うちが思っている形をオーナー様にも伝えやすいし、オーナー様も、出来上がりのイメージが大体想像できるのでいいかなと思ってこの方法を作っております。ほんで、次から、この車両のこのカウルが欲しいってなった時にこのワイヤリングがあると、型を取りやすいですし、量産に向いているのではないかなっていうことで、ちょっと手間ではありますけど、ワイヤリングをして、作業の方を進めております。